お世話になっております、マサルです。皆さん、もうすぐ試験ですね。この動画は2021年の10月9日に公開されています。10月10日が試験日なので、試験前日の動画です。そしてマサルの勉強部屋遅延死対策編としては最終回の動画になります。最終確認のために本動画を活用してもらえると嬉しいです。それでは始めていきましょう。まず第1問です。クリプトレックの電子政府推奨暗号リストに記載されている暗号技術のうち、公開鍵暗号方式における鍵共有、公開鍵暗号方式における鍵共有、共通鍵暗号方式におけるブロック暗号とストリーム暗号、共通鍵暗号方式におけるブロック暗号とストリーム暗号、そしてハッシュ関数の暗号技術、ここは何がリストに記載されているでしょうか。答えは、公開鍵暗号の鍵共有は DH と ECDH、 共通鍵暗号方式のブロック暗号は AES とカメリア、ストリーム暗号であれば K-Cypher2、 ハッシュ関数は SHA-256384512 が電子政府推奨暗号リストに記載されています。どんな暗号技術を使うべきか考えるときには、まずこのクリプトレックの推奨暗号リストを思い出しましょう。もしこの推奨リストに載っていない暗号技術が使われているような事例問題が出た場合は、そこを指摘して答える問題かもしれません。クリプトレックの推奨暗号リストの中身はしっかり覚えておきましょう。次の問題です。次は RSA と ECDSA、 どんな特徴がありますかという問題です。公開鍵暗号方式で使われる RSA と ECDSA、 この2つの特徴を教えてください。まず RSA は、桁数が大きい合成数の素因数分解問題が困難であることの安全性を根拠とした公開鍵暗号技術の一つです。 RSA は公開鍵暗号の主否と署名両方で使われていますよね。 RSA は両方あります。ここがポイントですね。そしてもう一方の ECDSA は、楕円曲線上の離散対数問題の計算が困難であることを利用した暗号技術です。 ECDSA の EC はエリプティックカーブの略です。このエリプティックカーブというのが楕円のことなんですね。そして DS はデジタルシグネチャー、つまりデジタル署名を表しています。つまりこれはデジタル署名で使うためのアルゴリズムであることが名前からも判断することができます。 ECDSA は公開鍵暗号技術の署名で使われているというところがポイントですね。素因数分解問題や離散対数問題に関しては数学的要素が強すぎて、私には詳しく説明することができないんですが、これらの数学的なキーワードを覚えておくことで、午前に問題の選択肢を正しく選択できたり、消去法として利用できることもあると思うので、言葉だけでも覚えておくことをお勧めします。次の問題いきましょう。ハッシュ関数の特性を3つ答えてください。ハッシュ関数の特性は、一方向性、衝突発見困難性、第2現像計算困難性、この3つです。特に一方向性は覚えておきたい言葉です。一方向性はメッセージからハッシュ関数を使ってハッシュ値の生成ができたとしても、ハッシュ値からメッセージを生成することが困難な特性です。ハッシュ値を元のメッセージに戻すことはできませんので、しっかりここは理解しておきましょう。次の問題に行きます。次の問題は、利用が推奨されているハッシュ関数はどれですかという問題です。 MD5、 SHA-1、 SHA-2、 SHA-3、 どれが利用を推奨されているハッシュ関数でしょうか。答えは SHA-2 です。クリプトレックの推奨暗号リストを見てみましょう。ハッシュ関数の中で SHA-256、 SHA-384、 SHA-512 と記載があります。 SHA-2 はいくつかバリエーションがあります。その中で推奨リストに載っているのが SHA-256 から384512ということですね。 MD5 や SHA-1 はセキュリティの強度が低いので、推奨リストには記載されなくなっています。ここも注意しておきましょう。最新規格として SHA-3 がありますが、
SHA-3 はクリプトレックの推奨暗号リストには載っていません。 SHA-3 は最新の規格なので現時点では推奨候補暗号リストです。この中にハッシュ関数として SHA-3 が挙げられています。現時点では SHA-3 は推奨されている技術ではないので注意しておきましょう。次の問題に行きます。次は2つの異なる認証方式を使った認証方法を何と言いますかという問題です。答えは2要素認証ですね。別名デュアルファクター認証とも言います。認証方式は3要素あることを覚えておきましょう。1つ目が知識、次が所有、次が生態です。知識はパスワードなどの情報を知っていることによって認証します。所有は IC カードなど正規のユーザーのみが持っているものによって認証を行います。生態は正規のユーザーの身体的な特徴によって認証を行います。2要素認証はこれらの中の2つを組み合わせます。2要素の例を考えてみましょう。まずは知識の要素として ID とパスワードによって認証を行い、その後 IC カードをカードリーダーにかざして認証を行います。この場合は知識と所有、2つの異なる要素を使って認証しているので2要素認証です。2要素認証は別々の要素の組み合わせであることをしっかり意識しておきましょう。ちなみに知識と知識など同じ要素を使った場合は2段階認証になります。例としては ID とパスワード、知識の要素で認証して、その後にさらに秘密の質問、知識の要素によって認証をする場合です。この場合は両方とも知識を使って認証していますよね。この場合は2段階認証になります。まず2段階認証という大きな枠組みがあって、その中に2要素認証があるイメージです。別々の要素を使った時は2要素認証になります。次の問題いきます。生体認証における FRR と FAR とは何ですか。答えは FRR は本人拒否率、これは誤って拒否してしまう確率、本人なのに誤ってアクセスを拒否してしまう確率です。 FAR は他人受け入れ率、誤って受け入れてしまう確率です。他人なのに誤ってアクセスを許可してしまう確率ですね。できれば本人拒否率も他人受け入れ率も下げることができればいいんですが、この2つはトレードオフの関係になっており、どちらかだけをコントロールすることはできません。では次の問題いきます。次はパスワード攻撃の手口としてオンライン攻撃とオフライン攻撃の違いは何ですかという問題です。オンライン攻撃はサーバーに接続してパスワードクラッキングを試す手法です。攻撃対象のサーバーに接続してブルートフォース攻撃や自社攻撃などを使ってパスワードを試していく方法です。この場合はアカウントロックアウトによって対策が行えます。一方、オフライン攻撃の場合は認証情報が記録されたファイルを入手してきて、そのファイルに対してパスワードクラッキングを試す手法です。この場合は攻撃者がサーバーに接続してくるわけではないので、アカウントロックアウトでは対策することができません。万が一パスワードファイルが盗まれた場合でも、パスワードの情報が推測されないようにパスワードの情報をハッシュ化しておいたり、ソルト値を含んだりしておいて対策しておくことが有効です。では次の問題に行きましょう。リバースブルートフォース攻撃とはどんな攻撃ですか。リバースブルートフォース攻撃は利用されやすいパスワードを固定しておいて、考えられる ID で認証突破を試みる攻撃だと言えます。今回の場合はパスワード1234で固定させて、ユーザー ID をどんどん変更させながら接続を試みていきます。この場合はユーザー ID がどんどん変更しながら接続してくるので、ユーザー ID に対してのアカウントロックアウトでは対策することができません。このような場合は接続してくる IP アドレスなどから判断して、同一の IP アドレスからの試行回数を制限することなどで対策することができます。次の問題に行きます。アクセス制御の原則は何ですか。アクセス制御の原則は2つです。職務分離と最小権限。職務分離は権限を集中させないこと、特定の人だけで業務が完結できないようにするという考え方です。最小権限は、これは言葉の通りですね、必要以上の権限を付与しないということですね。こ
この2つがアクセス制御の大原則です。アクセス権に関する問題が出題された場合は、この2つの大原則が満たせているか、しっかり考えながら問題文を読んでいきましょう。次の問題です。WPA と WPA2 の暗号化プロトコルと暗号規格を答えてください。 WPA の暗号化プロトコルは TKIP、 暗号規格が RC4 です。一方 WPA2 は暗号化プロトコルとして CCMP、 暗号規格は AES です。無線 LAN のセキュリティは出題頻度がとても高い印象があります。ちょっと細かいところなんですが、このようなプロトコルは何か、規格は何か、しっかり細かいところまで覚えておくといいと思います。次の問題です。無線 LAN 規格が利用している周波数帯は何ですか？ IEEE802.11N であれば 2.4GHz も 5GHz も両方使うことができます。 AC の場合は 5GHz しか使うことができません。最新規格の AX は 2.4GHz と 5GHz 両方使うことができます。あとは IEEE802.11AX、 この最新規格の別名は Wi-Fi6 と言います。 IEEE802.11AX というような名前は一般の人たちにとって馴染みづらいので Wi-Fi6 という別名を持っています。次の問題に行きます。 TPM の役割は何ですか？ TPM は PC などに搭載されている秘密鍵の情報など機密情報を保管するためのセキュリティチップです。耐短波性に優れており、セキュリティの強度が高いというのが特徴です。ちなみに2021年10月から提供される Windows 11 では TPM2.0 が必須要件になっていますので、このあたりももしかしたら知っておくといいかもしれませんね。次の問題いきましょう。パターンマッチングとヒューリスティック検知の違いは何ですか？パターンマッチングの場合は定義ファイルで検出を行います。定義ファイルで検出をするので誤検出する可能性は少なめです。しかし亜種や未知のマルウェア検出はなかなか難しいといった特徴を持っています。一方ヒューリスティック検知はプログラムの動きを使って検出します。誤検出する可能性が高め、亜種未知のウイルスの検出はできる可能性がある、このような特徴があります。最近はウイルスの種類が膨大に増えたこと、攻撃者のウイルスを隠蔽する技術が向上したことで、パターンマッチングだと検出できない場合が多くなっています。次の問題いきます。サーバー証明書の特徴を答えてください。サーバー証明書は大きく3種類ありました。EV 証明書は認証局による厳密な審査によって発行される証明書です。どんなところを審査するかというと、組織の実態、実在証明、ドメインなども審査されます。 EV 証明書は一番信用度が高い証明書です。そしてその次に信用度が高いのがどういう証明書だったかというと OV 証明書ですね。認証局によってドメイン名や会社の実在性が審査されます。ドメイン名に加えて会社の実在性も審査しているので、サイト運営のなりすましを防ぐことができます。そして最後が DV 証明書です。認証局によってドメイン名が正しいかを確認して発行される証明書です。確認するのはドメイン名のみなので信用度が低く、なりすましの可能性はあります。ただもちろんこの DV 証明書も今までのサーバー証明書と同じように HTTPS としては使うことができます。サーバー証明書の3種類のそれぞれの特徴はしっかり覚えておきましょう。ここからは支援者対策の動画シリーズ、本編では説明することができなかった部分なんですが、ぜひとも試験前に覚えておいていただきたいところです。それでは始めていきます。IPSec を構成するプロトコルは何ですか ?IPSec は AH と ESP と IKE、この3つで構成されています。AH はデータを認証するプロトコル。ESP はデータの認証と暗号化をするプロトコル。そして IKE は鍵の交換をしてくれるプロトコルです。日本では暗号通信が許可されているので ESP と IKE を使って IPSec が利用されることが多いです。国によっては暗号通信が許可されていない場合もあるので、そのような場合は AH と IKE を使って IPSec が利用されます。次の問題いきましょう。
ウェブブラウザがプロキシサーバーを経由して HTTPS 通信をするときに最初に送信する HTTP のメッセージは何ですかという問題です。答えはコネクトメッセージです。プロキシサーバーを経由して HTTPS 通信する場合はプロキシサーバーに対してまずはコネクトメッセージを使います。簡単に説明すると、これから行う通信は暗号化されていてプロキシサーバーが処理に困るかもしれないけど、送信先はここへの通信なのでそのまま通信を橋渡ししてくださいねといった情報が含まれたメッセージです。しかしセキュリティの観点からすると、管理者がプロキシで利用状況を把握できないのはよろしくないので、 SSL の複合機能を使って一度データを複合して通信の中身を把握して再度暗号化してから対象のウェブサーバーへ通信を中継することが多くなってきています。 SSL の複合機能もぜひ覚えておきましょう。次の問題です。 IDS と IPS の違いは何ですか？ IDS は不正または異常な通信を検知した場合は管理者に通知を行います。 IPS の場合は不正または異常な通信を検知した場合は管理者に通知をするんですが、それと同時に防御遮断も行ってくれるシステムです。 IDS は異常な通信を検知しても管理者に通知するだけ、具体的なアクションはしません。これは誤判定による通信遮断などの影響を避けるためです。 IPS は異常な通信を検知すると管理者へ通知するだけではなく、異常な通信に対して防御遮断までを行ってくれます。次の問題いきましょう。フォルスポジティブとフォルスネガティブの違いは何ですか？フォルスポジティブは正常な通信を異常な通信であると誤検知してしまうことです。フォルスネガティブは不正な通信なのに正常な通信として検出が漏れてしまうことです。この2つは似てるのでどっちだっけとなりがちなんですが、そうならないように気をつけましょう。フォルスポジティブが誤検知、フォルスネガティブが検知漏れ、このように理解しておきましょう。では最後の問題いきます。最後は SSH のクライアント認証方式のパスワード認証方式と公開鍵認証方式の違いは何ですかという問題です。この2つの違いは、クライアント認証方式の場合はサーバーはクライアントをパスワードで認証するということです。この場合はパスワードを知る第三者であっても認証して接続できてしまうといった危険性があります。一方、公開鍵暗号方式の場合はサーバーは接続してくるクライアントを公開鍵を使って認証を行います。認証の大きい流れとしては、まずクライアントはサーバーにクライアントの公開鍵を登録しておきます。クライアントが接続するときにはクライアントの秘密鍵を使って認証情報を作成しサーバーに送ります。サーバーはクライアントの公開鍵を使ってその認証情報を検証します。そのようにして認証する方式が公開鍵暗号方式です。秘密鍵の情報というのはパスワードのようなものではなく、人が覚えられるようなものではないので、秘密鍵の情報が流出していなければ第三者が認証されるようなことはなく、最初にお話ししたパスワード認証方式と比べると公開鍵暗号方式の方がセキュリティ強度の高い方式だと言えます。ここまで動画を見てくださり本当に皆さんありがとうございました。マサルの勉強部屋支援士対策編はこの動画で最終回とさせていただきます。皆さんの試験が良い結果になることを願っております。それでは皆さん、明日頑張ってきてください。応援してます。